木村熊寺から1927年2月28日は日本のキリスト教牧師、教育者。明治期、妻の木村陶子と共に東京において明治女学校を創設、またその後移った長野県小室で小室義塾を開設した。牧師として島崎東村に洗礼を施したことで知られ、後に藤村を小室義塾の教師に招いている。名は 熊寺とも表記される。伊豆市藩の藩主桜井関門の次男として、京都に生まれ、5歳で伊豆市に移る。日本の天気予報の創始者とされる、内務官僚の桜井勤は実刑。8歳で、江戸に留学し、10歳で、木村真垣さんの養子となった。江戸では、昌平校で、佐藤一歳、浅香五歳に学ぶ。一歳の園籍である、田口浮千らと知り合い。 同居している。二十一歳の時に、田口投手と結婚。木村は幕府に仕えて、止め付けとなる。同じく幕臣である洋学者の奥子津太郎津とは、生涯信仰を結ぶ。母親戦争、江戸幕府画界に際して、木村は、勝海舟の下で活動するが、新政府軍に反抗し、その追求を受けることになるも、処罰を免れた。一番長協会で、 上村正久から洗礼を受ける。明治元明聖書館成の新約聖書翻訳委員としても活動した。1883年の第3回全国キリスト神と大神木会の幹部の記念写真、木村は前から2列目の右から3人目、大義美は前から3列目の左端明治3年。 森有りが小便無視として渡米する際、富山昭一、名同一、矢田部良吉、大義、三本一郎らと共に伊豆以行。ホープ大学やニューブランズウィック神学校で学び、牧師としての試験に合格して、1882年に帰国。熱心なキリスト教的教育者として、主に女子教育に従事する。明治16年5月には、 東京の新境協会で開催された第3回全国キリスト教神と大神木会に留学仲間の大義、三本一郎と一緒に幹部として参加する。妻の安部美子も日本一致長老協会の下屋協会で婦人会を作ってキリスト教普及の活動を行った。1885年秋、木村と安部美子は球団下牛が淵において明治女学校を開校。 近代日本における女子教育の先駆けとみなされている学校の一つである。また同年には日本初の本格的女性誌とみなされる女学雑誌の発刊に当たった。しかし、翌1886年に阿部美子はこれらで休止する。これらで創生した戦災東後1888年、木村は伊藤花子と再婚するが、彼女は放らな性格であり、 花子のスキャンダルに巻き込まる形で、木村は女学校の校長職を退く羽目になった。同年、木村は小栄女子学校の校長に。なお、花子は結局愛人と出本し、8年で離婚することとなった。明治女学校は岩本義春が校長を引き継いだ。明治女学校は1909年に閉校するが、 23年間存続期間に多くの人材を輩出した。1891年、木村は高輪大教会の牧師を辞職。翌1892年、自由民権家の早川県渡るの導きで、伝道のために長野県南作郡の沢村に移住する。1893年、木村は小室で私塾として小室義塾を創設し、 青年教育に当たった。1899年に小室義塾は旧正中学校として認可を受け、島崎東村、丸山万華等が木村に招かれて教師として勤務した。このほか小室で桃やイチゴの栽培を推奨した。また、木村は、 中棚の湧き水を使うと、傷の治りが早いのに気づき、中棚高専の発掘にあたり、その近くに書斎として、水明楼を移築した。水明楼は、島崎東村の、千曲川のスケッチの中にも登場しており、現存する。なお、1896年に、木村は三度目の妻として、陶器高子を迎えた。小諸義塾は1906年に、 財政難などによって、並行を余儀なくされた。小諸義塾並行後、木村は、長野市に移住し、牧師として活動した。1917年に、東京へ戻り、1927年に、芝区八金参町八83歳で没し、谷中墓地に葬られた。木村の命日は、連盟期の名で供養が行われている。小室市では、 毎年水明楼近くの中棚層で行われている。ABC、木村熊治。朝日日本歴史人物辞典。ことバンク2014年1月17日閲覧。ABCDFGHIJKLMN e、小諸義塾塾長、木村熊治。小諸市。2014年1月17日閲覧。木村熊治。デジタル版日本人。 明大辞典プラス、コトバンク。2014年1月17日閲覧。ABCD 坂本 P12、高橋正夫2003年129ページ。連邦沖中田そう。NAKADANASOU.com。2021年6月14日閲覧。ありがとうございます。